と、まあ男性の中には酔っ払ってしまってですね、女性を口説くっていうんですかね、口説くっていう日本語は通じるんですかね。 誰か知ってる人、よく口説く女性に何て言うんでしょうかね。酔っ払った男性が女性に、酔いだろう君って声をかけてデートに誘うっていうか、そういうことなんですけれども、君と一緒ならもう地獄でもどこへでも僕はもう一緒に行くんだ っていうような酔っ払いが中に歌の中に出てきます。もしかしたら心当たりがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最後に一番歌詞の最後に鬼殺しという日本語が入っておりますが、鬼殺し、鬼っていうのはまあすごく強くて怖い鬼ですけれども、鬼でも参ってしまう、コロッと言ってしまうような強い強い 日本酒という鬼殺しです。日本酒のことというか、日本酒も本当に鬼殺しっていうお酒も実際に売ってるんですけれども、その鬼でも参ってしまうようなお酒の力があるねっていう、男の人をそういう風にさせてしまうような。 お前のような美しい女子と人生。